皆様おはようございます。 TPP を慎重に考える会、会を重ねております。本日は東大名誉教授の宇沢洋文先生に、おいでいただきまして、ご講演をいただくことになりました。先生がただいま到着されましたので、まず、山田会長からご挨拶をいただき、そして少しこの間の経過もご説明させていただいて、先生のご講演に入ろうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは山田会長お願いします。おはようございます。いや、今日宇沢洋文先生、東大の名誉教授ですが、学者の中でも大御所中の大御所ってやってる先生で、こういう会 の、 国民会議っていう別日を、国民会議の座長さんを引き受けていただけると思ってもいなかったんですが、本当に引き受けていただいて、私の最後の力を振り絞って頑張りたいと言っていただきました。本当に今日は先般も新自由主義とは何かというような形について、すっかり感知の深いお話をいただきましたが、今日それに関して TPP の意図するところを宇沢先生のお話を聞きながら、しっかり私ども考えていきたいと、考えさせていただきたいと、そう思っております。どうか今日もまた有意義な日をよろしくお願い申し上げます。本当にお忙しい中、また早朝にもかかわらず、本日は宇沢先生にお越しいただきました。慎重に考える会の活動と同時に、全国規模で、考える会の国民会議を立ち上げようということで、すで、に、皆様にも伝わっているかと思いますが、国が開国フォーラムを開いて、各所で、集いもしております。私どもも、この国の本当の意味での、行き先を見定めるためには、この TPP に関してありとあらゆる情報を集め、国民こそが判断をすべきだという思いで、この国民会議、立ち上げに参加をいたしました。慎重に考える会といたしまして、この国民会議賛同団体の一つとして、山田会長にご参加をいただき、これまでも各所で情報の収集、また冊子やホームページの作成、そして全国規模で私たちも集いを持っていこうということで、対話集会